ベラムーヒナ、ミハイル・ネステロフ画の肖像画に基づく1989年のキッテベラムーヒナリが生まれから1953年10月6日、モスクワでボッツはソビート連邦で活躍した彫刻家。ムーヒナはリーガの裕福な昇華で生まれた。聖家であるツルゲーネバ通り23、25番地には現在記念の名盤が飾られている。彼女は絵画などを習った後、 モスクワに移り様々な美術学校に学び、最初はアカデミックなコンスタンチンイオンに指示し、後により自由な画風のイリアマシコフに指示した。1912年にはパリに留学し、アカデミール・ドラ・グランド・ショミエールに入学して彫刻家、アントワーヌ・ブールデルに指示した。その後イタリアへ、ルネサンス期の彫刻などを見て学ぶたびに出ている。 1915年から1916年にかけては演劇界の新鋭、アレクサンドル・タイローフ率いるモスクワの劇場で美術家、アレクサンドラ・エクステルの助手として舞台装置作りに従事し、ロシア・アバンギャルドの方がに立ち会った。1918年に軍の下界、アレクセイ・ザムコフと結婚している。1920年代、ムーヒナは、 革命後のロシア芸術界の新鋭彫刻家として、なお高めた。しかしキュビスム彫刻を手掛けていたのは1922年頃までで、その後は形式的にもイデオロギー的にも後の社会主義リアリズムへと接近している。1926年から1927年までは、国立の芸術学校ブフテマスで教鞭をとっている。ソ連で普及していたガラスコップ、 ムーヒナのデザインによるという説がある、スターリン体制が固まった1930年代に入るとアバンギャルドは収束させられ、社会主義リアリズムが公式芸術となった。ムーヒナは、その代表的芸術家として仕事へ、特に1937年のパリ万博のソ連パビリオンの頂上に設置した、高さ24.5メートルの巨大彫刻、労働者とコルホーズの女性で、 国際的に注目された。ムーヒナは自らのスタジオと多数の助手を抱え、ソ連政府からの注文による公式記念碑や巨大彫刻の制作を1953年に没するまで続けた。またガラスを用いた彫刻的実験も行い、ガラスによる鏡像なども制作した。ソ連でよく見られたファセットカットのガラスコップのうち1943年から、 クシーコールフルスタリヌイのクリスタルガラス工場で製造され普及した14面のファセットグラスはムーヒナのデザインによるものとの説が伝えられている。1941年から1952年の間にムーヒナは5回スターリン賞を受賞し、1943年にはソ連人民芸術家の称号を得た。1953年には著書ある彫刻家の思考』を発表している。 ムーヒナは、ラトビアの芸術家、カーリス・ザールの教え子でもあった。ソ連による、バルト三国併合後、ザールが設計した、リーガの自由の記念碑は、ロシアからのラトビア独立記念碑であったという、政治的な理由から、解体撤去が予定され、後地に、スターリン像を建設するという計画が進んでいた。危機に瀕していた、自由の記念碑は、ムーヒナが、 自らの人民芸術家としての影響力も駆使して、その芸術性を認めさせ、解体を阻止したとされる。ムーヒナは、モスクワのノボデビチ女子修道院に併設された、ノボデビチ墓地に、ロシアソ連の多数の有名人らと共に、埋葬されている。ムーヒナの自宅とスタジオは、モスクワ市内に現存しているが、取り壊しの危機に瀕している。ソ連時代の切手に描かれた、 労働者とコルホーズの女性ムーヒナの最も有名な作品は労働者とコルホーズの女性である。1937年のパリ万博でソ連パビリオンの頂上に置かれたこの巨像は世界で最初にスポット溶接を用いて組み立てられた立体像でもあった。高さは24.5メートル、重量は75トンに達し、木材で組んだ骨組みの周囲にステンレス鋼の鋼板を スポット溶接で継ぎ合わせて組み立てられており、その建設には先進的な技術が導入された。労働者像はハンマーを、コルフォーズ女性は鎌を掲げており、ソ連のシンボルである鎌。1947年にはモスクワの大型展示場、全ロシア農業博覧会に高級設置され、シンボル的な存在となった。この像はソ連の映画会社モスフィルムのロゴにもなっている。 2009年には改修を終えてより大きな台座の上に設置された。遺作はボルゴグラード市のプラネタリウムに設置された鳩の乗った天球儀を掲げた女性像平和であった。ありがとうございます。